さあ今日はホームへやってきました。もうね、見たら分かる通り暗いです。暗いんですが、釣れないでしょうか。昨日の雨ですごく魚のテンション下がって、ルイのテンションも下がってます。さっきね、食ったんやけどちっちゃかったな。シャローで食うやつちっちゃいんかな。どこもシャローやけどね、浅すぎて。正味な話、どこもシャローやねんけどな。この岩の隙間に入ってるギルちゃんたちとかエビとか食い込んだかな。食ったね。あ、今キランってしたの見えた。コバスちゃんです。コバスが入ってる、この中でかいの入っとかんとあかんね。岩の中入っちゃってんじゃん。やっぱり乗っかってるってより岩の中入っとんやろね、普段もな。なんかいいね、リザーバーチックでいいね。やる気満々なやつがいないっすね。雨じゃないので降ります。雨だったら滑るので降りれても上がれません。あざました。おお、なんかいたのに。おお、当たった。魚に当たったって感じ。魚が当たったんではなくて。食ってくれんか。食ってくれよ。当たったな、今。食ったのに。当たったのにな。バマに浮いてこないぐらい。やられてます。沈めるやな、これはね。選択肢は沈めまーすって感じやな。いわゆる新風プチです。なんでな、今のは狙い通りすぎたんやけど。いやいや、お前回収しようとしたんやんけって思うやん。ちゃうじゃなくて、ちょっとさ、そこでさ、魚が跳ねたの見たからさ、さっきちょっと巻いてみたんや。ほんならほんまに来た。びっくりした。今ほんで全然乗らんかった。それもまたびっくりした。驚きすぎじゃん。食うやつはいるね、このワンドに。合わせ方がむずい。リアクションです。でも送りすぎたら送りすぎたでさ、リアクションやから入ってしまうかなと思って、ちょっと送って。びっくりした。8。おお、おるね。この木、おるね。やっぱ秋はウッドカバーにベイトがつきやすい時期でもある。なんでかは知らないんですけど。だからやっぱりフィーリング前になるよね。
うなっとる。おお、ちょうど釣れた。ダメだこれ。これはさすがに。なんかちっちゃいのしか釣れんすよね。でかいのが、いやなんか多分昨日の雨やと思うんですけど、全然ダメっすね。絶対リアクションやな。全部ちょっとスピードをドゥンってやった時にゴンってくる感じ。あと着底の着水のポチャンの時のスピードで、アクションちょっと早くしてもいいかもしれない。メタルバイオとか強そうやな。持ってきてない。ありがとうございます。ヘビダンとか強そうや。リグロめんどくさい。ありがとうございます。トボールとかですよね。引っかかる。ありがとうございます。うわー、ちっちゃい。ダメだこれ。ダメやなこれ。ちっちゃいがすぎる。ほんまにちっちゃいや。シャロー、もうちょい深いとこあらん。瞬殺やったね今。そこに絡んでんのにバーンでぶっ飛んできた。よし、よし。まだ浮かせた釣りはまだできませんね。この子でした。正体はこいつか。いやダメやねこんなんじゃ。もうちょい大きいの出ないかんねんけどな。シャローに追い込んで食う感じやな。ソーリーちょっと、えい、あれ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。